台湾出兵。台湾出兵は、1874年、明治7年に、明治政府が行った台湾への出兵である。1871年、明治4年10月、台湾に漂着した宮古島島,島民54人が、殺害される事件、宮古島,島島民遭難事件が発生した。この事件に対して、清政府が、台湾人は加害の民で、 新政府の責任範囲でない事件清政府が実行支配してない管轄地域外での事件としたことが責任回避であるとして犯罪捜査などを名目に出兵したもので54人殺害という大規模な殺戮事件であるため警察ではなく軍を派遣した明治新政府軍としては初の海外派兵である生態の駅台湾事件とも呼ばれるまた 宮古島,島島民の遭難から台湾出兵に至るまでの一連の出来事をボタン車事件と呼ぶこともある。1871年、明治4年10月、宮古島から首里へ年貢を輸送し、帰都に着いた琉球御用船が台風による暴風で遭難した。乗員は漂流し、台湾南部に漂着した。船には役人と船頭、乗員合計69名が乗っていた。 漂着した上院66名、3名は歴史は、先住民、現在の台湾先住民台湾族に救助を求めたが、逆に集落へ拉致された。先住民とは、意思疎通ができなかったらしく、12月17日、遭難者たちは、集落から逃走。先住民は逃げた者を敵とみなし、次々と殺害し54名を残首した、宮古島,島島民遭難事件。 12名の生存者は、肝心移民により救助され、台湾府の保護により、福建省の復讐経由で、宮古島へ送り返された。明治政府は新国に対して、事件の賠償などを求めるが、新国政府は管轄外として拒否した。翌1872年、明治5年琉球を管轄していた鹿児島県三事大山津麻義は、日本政府に対し責任追及の出兵を剣議した。 1873年、明治六年には、微中国浅口郡柏島村、現在の岡山県倉敷市の船が台湾に漂着し、乗組員4名が略奪を受ける事件が起こった。これにより、政府内外で台湾政党の声が高まっていた。宮古島民台湾遭難事件を知った新国、アモイ駐在のアメリカ合衆国総領事、チャールズ・ルジャンドル、リゼンドル、リ,センド,ルリセンドクは、 中日アメリカが衆国講使チャールズ・デ・ロングを通じて野蛮人を罰するべきだと日本外務省に提唱した。外務卿の添島種臣は、デ・ロングを仲介し、ルジャンドルと会談、内務卿大久保利道もルジャンドルの意見に注目し、ルジャンドルは顧問として外務省に雇用されることとなった。当時の明治政府では、朝鮮出兵をめぐる、 政官論などで対立があり、河山助則や鹿児島県三次、大山綱吉ら薩摩閥は台湾出兵を権限していた。1873年、特命全権大使として清に渡った添島外務卿は、随員の柳原咲光を用いて、宮古島民台湾遭難事件などの件を問いたださせたが、新朝の外務当局は台湾先住民は加害であり、 新国の統治の及ばぬ領域での事件であると回答して責任を回避した。その後、日本ではこの年秋、朝鮮施設派遣をめぐって政府が分裂し、明治六年政変、また、翌八百七十四年一月の岩倉とも暗殺未遂事件、二月の江東新兵による反乱、佐賀の乱が起こるなど、政情不安が講じたため、大久保都市道を中心とする、明治政府は、 国内の不満を海外に振り向けるネラもあって、台湾政党を決断し、1874年、明治7年4月、三位の大隈重信を台湾番地事務局長官として、また、陸軍中将、西郷つぐを台湾番地事務都督として、それぞれ任命して、軍事行動の準備に入った。明治六年政変における、明治天皇の直裁は、 ロシアとの国境をめぐる紛争を理由とした生還の延期であったため、ロシアとの国境が確定した際には、生還派の要求が再燃する可能性が高かった。政変でケアしたソエ島に代わって外交を担当することとなった大久保としては、朝鮮よりも制圧が容易に思われた台湾出兵をむしろ積極的に企画したのである。台湾出兵に対しては、 政府内部やイギリス公使、パークスやデロングの公認のアメリカ公使ジョン・ビンガムなどからは反対意見もあった。特に、参議、木戸高吉らの聴収系は、政官論を否定しておきながら、台湾への海外派兵を行うのは矛盾であるとして、反対の態度を崩さず、4月18日、木戸は参議の辞表を提出して下野してしまった。そのため、 政府は一旦は派兵の中止を決定した。しかし、西郷つぐみちは独断での出兵を強行し、長崎に待機していた、政党軍に約3000名を出動させた。国立公文書館が所蔵している公文書によると1874年4月4日、3条2味により、台湾番地事務局が設置される。以後の任命は、 当時大乗大臣であった三条耳からの包直となっている。同年四月五日、台湾番地事務と特に、西郷継道が任命される。同年四月六日、谷田敵と赤松時長に台湾番地事務局参軍と西郷継道を保育し、成功をそうすることを任命される。同年四月七日、海軍省から、猛春館、運用艦、不評第一招待。 海軍法二門と陸軍省から、熊本陳代貸著扶評一代替砲兵一、小隊の出兵命令が命じられる、という経緯になっている。5月6日に、台湾南部に上陸すると、台湾先住民との間で小競り合いが生じた。5月22日、台湾西南部の車両港に全軍を集結し、西号の命令によって、本格的な制圧を開始した。6月3日には、 ボタン社など事件発生地域を制圧して、現地の占領を続けた。戦死者は12名であった。しかし、現地軍は劣悪な衛生状態の中、亜熱帯地域の風土病であるマラリアに罹患するなど、被害が上がり、早急な解決が必要となった。マラリアは、消血を極め、561名はそれにより病死した。明治政府は、この出兵の際に、新国への通達をせず、 また、新国内に権益を持つ列強に対しての通達、根回しを行わなかった。これは場合によっては紛争の引き金になりかねない失策であった。新国の実力者、理工賞、イギリスの駐日大使パークスは当初は、日本の軍事行動に激しく反発した。その後、イギリス公使、ウェードの圧戦で和議が進められ、8月、全権弁理大臣として、 大久保利道が北京に赴いて、新国政府と交渉した。大久保は、ルジャンドルとフランス人法学者ボア・ソナードを顧問として、台湾問題を交渉し、主たる交渉相手は、総理が問題人の共振脳であった。会談は難航したが、ウェードの仲介や理交渉の誘和論もあって、10月31日、日清両国五誕生官が調印された。それによれば、清が、 日本軍の出兵を、古民の義挙と認め、日本は西番に対使法を設けることを求め、1874年12月20日までに、政党軍を撤退させることに合意した。また、日清両国間互換上艦互換氷坦によると新国は総難民に対するので恵む金、見舞金10万両、テールを払い、40万両を台湾の諸説備費として自ら用いることを願い、 出費した。また、新国が日本軍の行動を承認したため、琉球民は日本人ということになり、琉球の日本貴族が国際的に承認される形となった。日本と新国との間で貴族がはっきりしなかった琉球だったが、この事件の処理を通じて日本に有利に働き、明治政府は翌1875年、明治8年、琉球に対し、 清との作法、徴工関係の廃止と、明治年号使用などを命令した。しかし琉球は、清との関係存続を嘆願、清が、琉球の徴工禁止に抗議するなど、外交上の決着はつかなかった。1879年、明治12年、明治政府のいわゆる琉球処分に際しても、 それに反対する清との1880年、明治13年の北京での交渉において、日本は沖縄本島を日本領とし、八重山諸島と宮古島を中国領する案、文島改め役案を提示したが、清は元来に党の領有は望まず、作法関係維持のために党を琉球に返還した上での琉球王国再興を求めており、また、文島に対する、 琉球人の反対もあり、調印に至らなかった。また、明治政府は、兵員輸送に、英米の船会社を想定していたが拒否され、大型船を急遽購入して、国有会社の日本国有便蒸気船会社に、運航を委託したが、これも拒否され、大隈重信はやむなく新興の民間企業である、三菱を起用することに決定したが、この協力により、以降、三菱は、 政府からの恩恵を享受できることとなり、一大財閥になるきっかけとなった。日本軍の損害は、戦死8名、戦勝25名と記録されるが、長期中東を余儀なくされたため、マラリアなどの感染症に悩まされ、出生した軍人、軍属5994人の中の患者の別数は16409人、すなわち一人当たり、 約2.7回離病するという悲惨な状況に陥った。1871年、明治4年、兵部省は陸軍省と海軍省に分かれ、軍医領は陸軍省に属し、軍医頭は松本良順、後に順であった。台湾出兵当時、軍医部は創立より火が浅く経験不足であったが、総力を挙げて事態に当たった。出生軍の意味責任者は、 桑田公平二等軍異性、少佐相当、大津警長は宮本正宏軍医、大尉相当であった。他に二十四名の医官を従軍させた。医官は全員奮闘したが、極悪の環境と猛烈な伝染病で病がする者が多く、最後を届くからは薬だけでも兵士に与えてほしいと要請された。医官の多くは官っぽいで、 熱帯病の治療には全く経験がなかったという。彼らは交代の22名が到着したため、ようやく帰国できた。区内省からは、外国人医師が派遣された。ドイツ出身のセンベルゲル、ドクター・グスターベ・ショーンバーグは、東京大学医学部の前身にあたる、大学登校を雇い外国人医師、レオポルト・ミュルレルの推挙であったが、能力がなくトラブルを起こした。しかし、 彼と共に送られた6台の製氷機械は大いに役に立ったと言われている。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。